八丈姫は日本神話に登場する稲葉国八神氷の女神。大国出身の最初の日。古事記において八丈姫、仙台球児本儀では稲葉八丈姫と表記されている。大名虫の陣の大勢の兄弟神は、大名虫の陣を荷物持ちとして八丈姫への求婚のために稲葉国へと向かった。その途中、負傷した阿逆や祖神たちに騙されて、 傷が痛んだウサギに、大名虫の人は出会いこれを救う。救われた白ウサギは、あなたの求婚は成功するでしょうという予言を残し、この予言は的中する。八条姫は、八ガ神たちの求婚を跳ねのけ、大名虫の人との結婚を宣言するが、妬んだ八ガ神たちの暴略によって、大名虫の人は二度殺されてしまう。母の四国はカビメなどに救われた大名虫の人は、 根の片須国に逃れ、そこで受けた、スサノオの命の試練を乗り越え、修繕姫命をめとり、大国出身となって、八ガ神たちを平定する。その後大国出身は八丈姫を宮殿に迎え入れるが、制裁となった修繕姫命の嫉妬を恐れ、生まれたばかりの皇木の股に挟んで、稲葉の国へ帰ってしまう。売沼神社に近い学古墳が八丈姫の神領と、されるほか、 各地に八条姫の関連伝承が存在する。八条は、現在の、矢頭群、命がつかないことは、巫女性を表すと解し、名義は、稲葉国八神氷の豪族の娘である巫女と、考えられる。大国主の系図。青は女神、赤は女神、木は、性別不詳大国主身との間に決また神を、生んでいる。ありがとうございます。